どうも、こんにちは、くるみです。それでは今回はね、ちょっとニュースお伝えしたいと思います。先週の日曜日なんですけど、コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の感染が確認されたそうです。で、コンゴ実は2つあって、コンゴ民主共和国とコンゴ共和国があるんですね。で、アフリカの真ん中にある大きい方がコンゴ民主共和国で、英語だとよく DR コンゴとか書かれたりするんですけど、もう一つ北西の方にね、コンゴ共和国あるんですけど、これはコンゴ民主共和国の方です。このコンゴ民主共和国、エボラ出血熱が、の感染が確認されることがアウトブレイクって言うんですけど、このアウトブレイクがおそらく一番多い国になってるんですけど、女性1人の感染が確認されたんですね。で、この女性も実は亡くなってしまったんですけど、この女性がいた町がビュトンボっていう町なんですね。実はこのビュトンボっていう町は、コンゴ民主共和国のかなり東部の方にあるんですね。東部にあって、あとウガンダとかルワンダとか近い町になってるんですけど、このビュトンボって町、2018年の8月から2020年の1月にね、こことビュトンボっていう町とベニっていう町が、ビュトンボの北にあるんですけど、この2つの町が中心となってエボラ出血熱蔓延したんですけど、それは2020年初め1月ですから収まってたんですけど、また感染が確認されてしまいました。で、最後に、今後し、エボラ出血熱の感染、この国で確認されていたのは、3ヶ月前に、実は北西部の方なんですけど、これは、感染が確認されてたんです。で、この時は130人ぐらいしか感染しなかったんですけど、50人死んでるんです。130人の感染で50人死んでますから、かなりの死亡率高いのが、このエボラ出血熱という病気になってるんですね。で、どうやって感染するかっていうと、大体、人間の体液とされてるんですね。よだれとか、吐しゃ物とか、血液とかから感染することが多いらしいんですけど、他にも動物から感染することも多いです。コウモリとか猿から感染することも多い。野生動物、人が食べるよ、アフリカ食糧問題もありますから、結構、ブッシュミートっつって、野生動物がね、結構法律で禁止されていたりはするんですけど、そういうのが裏市場とかでね、闇市とかで売ってたりするんですよ。そういうのを食べて感染する。っていうことも考えられているそうです。で、前の感染のね、終了から3ヶ月しか経ってないんですけど、前は西部だった、今回は東部なんですけど、で、2014年に、西アフリカで、これ日本でもかなりニュースになってたんで、一番エボラ出血熱が感染拡大した時なんですけど、リベリアとか、そっちの方ですね、ガーナとか、西アフリカの方で、シエラレオネとかですね。で、感染拡大した時は、致死率40%だったんですけど、28,500人ぐらい感染したんですけど、その中の1万1300人死んでしまってるんですよ。で、この感染率がかなり高い病気になって、コンゴではこれが、この新しく死亡した女性がね、出血熱確認、感染したことが確認されたんですけど、これが12回目のアウトブレイクの報告になってるんですよ。どうしても、やっぱり、まだ自然との距離が近いことが多いですから、このビュトンボっていう町の近くに、ビルンガ国立公園っていう、すごい大きいね、国立公園あるんですけど、こういう野生保護区とかも大変多いんで、野生動物とかの距離も近い。やっぱりアフリカですし、まだ感染症対策が、このね、衛生環境も先進国ほどは徹底されているので、どうしても、こういうことが起こりやすい環境にはなっているんですけど、今後、まだね、他の感染者とか確認されてないんですけど、またなんか追加情報とか大きな動きがあったら、お伝えしたいと思うので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。